今回紹介するのは「脊柱環境作症は自分で治せる」という本です。高齢者腰痛の最大の原因と言われる脊柱環境作症をゴッドハンドと称される著者が患者自身が自宅でできる体操やストレッチで痛みを解消する方法を伝授するまた普段の歩き方や姿勢など 日常生活の工夫で腰痛を防ぐ手立ても解説自分は長年の腰痛文字椎間板ヘルニアだし今後さらに脊柱管狭窄症にまでなりたくないので気になった腰痛関連の本はよくチェックしているのですがこの本には「なるほど」と思える内容があったので気に入ったし。 脊柱管境作症以外の腰痛にも結構触れられていたのもありがたかったしそういうわけで書かれている内容簡単なストレッチみたいなものを試そうと思いましたこの本の関東にあるチェックテストをしてみたら案の定と言うべきか椎間板ヘルニアだけでなく脊柱管境作症の状態症状 もすでに出てきてきいると分かりました。この本によると最近の腰痛のほとんどは私のようにさまざまな状態がミックスした腰痛であるそうですそのためこれまでの本で推奨されているような方法では治りにくいそうですその辺が「なるほど」と思ったところで「道理ですっきり治らない」と理解できた感じですチチ、ェッックテスストトの結果に沿ったストレッチ なるべく続けてみるつもりです。今までのいろいろな方法ですっきり治らなかったけど、せっかく新しい理論に出会えたから、期待を込めていつもより長く続くかなと苦笑。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。